お、来た来た来た。おお、めっちゃ走る。来ました。結構良さそう。やったー。いいサイズ。え、今日はここでクロダイとかマダイとか釣れたらいいなと思って来てみました。今日はチヌ狙いなのでゴマセは固めに練ってます。今日はリンカイマスターチューンの1号 5m30 これでやりたいと思います。今日はね、アイスタイルアブソリュートの1号それに 3B の黒玉スイッチこれでやりたいと思います。とりあえず足元からやってみたいと思います。あ、でも結構水深があるんですよね。寝がかった。え？あー、でも馴染みませんね。餌ないのかなっていう間に。ちょっと一回あげてみます。あ、餌なさそう。もうエサない。めちゃくちゃ餌取りが多いんですよ。なんかいろんな餌取りがわーって寄ってくるので、なんでネリエをちょっと使って、ネリエも小さいネリエだと馴染む前にもう餌がないっていう感じなので、大きいお団子状にして。あ、馴染んだ。あっという間に馴染みました。ちょっと沈ませすぎてるかな。これアラウグイブラウンでですけど、めちゃくちゃ大きくつけます。今2本半くらい、竿2本半くらいの水深でやってます。あ、入ったかな。来た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 。
そう。さあ、何でしょう。お、あ、マダイ。来ました。結構良さそう。おー、つっかむつっかむ。やった、マダイ。来た。よしよしよし。小さくひねりをつけてたんですけど全然馴染まなくて、餌取りがすごく多いので多分すぐに餌が取られちゃって、でちょっと大きくお団子状にしてつけたら来ました。やっと、いやー、いいサイズですね。結構水深が深いのであんまり上の方では多分そんなには食ってこないんで、しっかりと仕掛けをなじませて入れたかったので、竿を2本ぐらいは誘導を取って、そこから少しずつ沈めて仕掛けごとなじませるような形で釣ってたら、マダイが釣れました。なのでちょっとその形で続けてやってみたいと思います。ただ潮がすごく緩いのでそんなにね、当たってもバシって持っていく感じじゃなくて、じわーってくわえていく感じなので、それ仕掛けが馴染んだらちょっと張ってあげた方が当たりが取りやすいかなっていう感じでしたね。ということで引き続きそれでやってみたいと思います。あ、だいぶいい感じに馴染んできました。これでじわーっと沈ませて、ちょっとラインを張りながら、あ、浮いてきちゃった。仕掛けが浮いてきちゃいましたね。餌もないですね。ホワイトとイエローを混ぜようかな。今度イエローだけだと結構柔らかいから、ちょっとホワイトのライノと混ぜて餌持ちを良くして、もう餌ないかな。あっという間に餌がなくなります。あんなに大きなお団子つけても、ちょっとつけ餌が足りなくなりそうなんですけど、でっかくつけてるから。馴染んできた、馴染んできた。よし、いい感じ、いい感じ。なんかつっついてるんですよね、私のあの大きいお団子を。もじもじしてる。
お、来た来た来た。おお、めっちゃ走る。あ、結構走ったけど、ゆっくり上げてきます。元気よかった。おお、お元気。うわわわ、あーやばい、ぶっ込まれた。よし、上がってこい。よし、見えた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 。いいサイズ。よいしょ。おお、綺麗、すごい綺麗なマダイ。やった、よいしょ、いやや、りました。2匹目、めちゃくちゃ綺麗です。すごい綺麗ですね。今回のもすごい綺麗、サイズもまあまあ。いやー、はーい、やった、すっごい綺麗です。はい、今日は、ここでクロダイとか、よかったそのマダイ釣れたらいいなと思って、まずチヌ狙いで来てみました。ということで、コマセはちょっと固めに、よくよく練ったコマセで、しっかりとそこの方までコマセが効くような形で作ってきました。で、餌取りがすっごく多いので、まあ、まず置き網では全く持たず、あっという間になくなってしまいます。もう下に着く前に、投げた瞬間にもう置き網が取られてるって、そんな状態だったので、練り絵でやってみました。練り絵は結構ね、ちっちゃくつけてたんですけど、最初でいつもなんか雫型とか涙型みたいな形で、本当になんかこのぐらいの小さな小さなぐらいで、私はよく練り絵を使ってやってたんですけど、それだとね全然持たなかったので、もうすごい大きなお団子にしてやってみました。そしたら、だん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 仕掛けもちゃんと馴染んでてくれて、でやっと釣ることができました。ということで、こんなじゃーん、2匹結構いい方ですね。すっごい綺麗です。今日使った浮きなんですけども、今日はねしっかりと仕掛けを入れたいと思ったので、アイスタイルアブソリュートの1号を使って、それに2枚塩とかの対策も込めて 3B の黒玉スイッチ、これをつけてやってみました。それにガン玉も結構ダンシズでしっかりとそこまで仕掛けを持っていけるように、 3B を2つと、あと 2B 1つで、3つの段シズにしてやってみました。そして竿を2本ちょっと今日ぐらいの棚を取って、しっかりとしっかりと仕掛けを
棚まで持っていくような形でやってみました。で、今日はいいチョコがに恵まれてよかったです。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。また見てね。バイバーイ。